久保さん、矛盾とかにしときましょうか。矛盾。いや、久保さん、ビジネスやってないって言いながら動画やってるじゃないですか、みたいなね。隠居してるけど動画やってるじゃないですか、みたいなね。うん。自由な時間、動画やってるじゃないですか、いっぱい。みたいなね。なんかまあ人から見ると矛盾に聞こえそうだけど、矛盾じゃないんですよね。好きだからやってるっていうね、多分。まあ、なんだ、暇じゃなかったらやらないと思うんですよ。まあ、久保さんとのリレーに関しても、例えば、まあ大体もうね、トゥードゥなんですけど、久保さんが8時以降はもう送ってこないですね。まあ寝てるからですよね。そう。だから寝ずにこれをやり取りするかっていうとしないですよね。ちゃんと寝ますよね。そう。多分ね、6時回ってから来ることはほぼないですよね、久保さんからね。まあ僕も最近朝早いんで、朝、まあ久保さんも朝クソ早いですけどね。なんか2時とかの朝早い。2時かみたいなね。そう。でもなんかビジネス頑張ろうって言ってる人は、なんか頑張って動画撮ってね、頑張ってやめていくっていうね。僕たちは頑張らないけど続けられる。頑張らないから続けられる。もうだからまあ空気なんでしょうね。この動画で発信するみたいなのは。だからまあ歯磨きしてない。多分動画撮ってないと気持ち悪いみたいなレベルだとは思いますけどね。でも別に、まあ、曜日によってはなんかその、家の行事だったりとかね、そういう時は別に撮らなくてもまあいいかなっていう。でも、まあ、その行事事がないんだったら暇だから、歯磨きするみたいなね。これ何なんでしょうね。これから頑張ろうとね。これから頑張って集客するぞとか、これからビジネス YouTube だ。続かないっていう。僕たち続くっていうね。そう。で、なんかもう、久保さんはもうビジネスでもういいと思うんですよ。自由で、みたいな。いや、お前自由って言っときながら動画いっぱい撮ってるじゃん。まあ、他の人には理解できないことですよね。最近はね、僕は動画の公開数、本数を、制度してるので言われなくなりましたけど、吉田さん寝てるんすかみたいなね。寝てるんすかみたいな。めっちゃ言われましたけど、普通に8時間ぐらい寝てますからね、僕。そう。だから、逆になんだろうな、暇だからビジネスができるっていう。暇だから自由にビジネスができるっていう感じですよね。だから僕はまあ商品売って、その加工だったりとか、まあその、でもそれも結局ね、今回、まあ、明日からね、商品売るんですけど、それも動画セールスなんですよ。だからこれも動画じゃないですか。なんで、なんか日々やってることと大した変わんないんですよ。商品作って売るっていうのも。だ商品作るのも動画なんで。これも動画じゃないですか。だから、なんだろうな。もう、さすがにやっぱ5年も毎月やってますし、なんかね、まあ、日々の久保さんとのやりとりと変わらないぐらいになってるんですよね。商品売るっていうことも僕の場合はもう。だから、なんだろうな。まあ、傍からはちょっと理解できないかもしれないですけども、だから暇だからできるっていうか、なんだろうな。逆に言うと暇だからビジネスしてないと暇になるっていうね。そう。まあ暇を楽しめればいいんですけど、ぼーっとただしてるだけを楽しめっていうのは僕はちょっとまだ、久保さんの領域に行くと、ただぼーっとしてるだけで、その楽しめるのかわかんないですよ。隠居の世界に行くと。でも僕はさすがにぼーっとしてる、まあ花とか見てね、綺麗だなとかできるんだけども、ただ一日ぼーっとなんか8時間花を見続けるとか、ちょっと無理ですね、僕は。花を8時間見続けて、ああ、綺麗な花だな、みたいな。ずっと花を見続けるみたいな。ちょっとさすがにそれは無理ですね、僕は。さすがになんか違うことしたいですね。まあ一瞬だったらいいんですよ。30分とか、小1時間とかだったら、ああ、今日も天気がいいな、花が咲いてるな、ぐらいだったらいいんだけど、8時間それをぼーっとしてるやれって言われると、ちょっと僕は無理ですね。まあちょっと隠居の世界に行くと、まあそれも、いけるのかもわかんないですね。ちょっと訓練すると。そう。でもね、頭を動かしてないと、もうなんか頭を動かしないと、なんか24時間何かを考えていないと、なんか気持ち悪いレベルになってるんで、常に次商品何しようかなとか、どうやって売ってこうかなとか、どういうふうにやってこうかなっていうのを、なんか考えてないとダメみたいな。だから、なんだろうな、一般の人と合わないんですよね。だから、全然感覚値が。だから、久保さんの言っている話も一般の人には響きづらいですし、僕が言ってることも一般の人に響きづらいと思うんですけども、でもその、極地が違うので、しょうがないですよね。ステージが違うんで。だからまあ、でも逆に言うとステージが違うからこそ、なんか聞く価値があるのかなっていう。逆に言うとね、ステージが違うからこそ、だから久保さんの話を僕聞ける理由って、やっぱ久保さんは僕よりもっと上に行っちゃってるんで、あ、そういう考え方があるんだ、みたいなね。なんか発見があるわけですよ。で、久保さんも、僕はもう常にガリガリビジネスやってますから、あ、昔そういうことやってたなみたいな。懐かしいなみたいな、ね。吉成さんまたやってんのかみたいなね。そう、なんかその違う、僕も隠居でね、なんかやってたら多分ね、あんまりちょっと面白くないと思うんですよね。だからちょうどいいんじゃないですかね、このバランス感覚が。隠居とビジネスマンのこの対話みたいな。だからちょうどいいと思いますね。だからその、ワクチンに関しても、打たない、打つっていうね、この、僕も最初打たない派だったんですけど、打たなくてもいいなっていう。でも打ったんで、でももう打った派になったんで、だからこれまたいいじゃないですか、これって。そう、僕は一般の人じゃないんで、打ったことを武器に使ってきますけどね。はっきり言って。もうブログのネタにもしてるし、まあ動画のネタにもしてるし、まあセールスのネタにもするんで、ワクチン打ったことに関しては。一般の人と違いますから、使い方が。ワクチンの使い方はそんな使い方しないですからね。金に変えてきますからね。もうワクチン打ったことですら金に変えますから。そうぐらいね、金の亡者なんですけど。いやでもね、それぐらいその、どういうふうにお金を稼ぐかっていうのを、まあ、久保さんの領域に行ったら別に考えなくてもいいんだけども、そこに行くまでは、もう24時間365日考えて、いろんなことをどうやったらお金稼げるかなっていうのを考えて実行しないとダメだと思いますよ。なぜならば人生の一番の大きな問題っていうのは僕はお金だと思います。お金と人間関係だと思うんですけども、ただ人間関係に関してもお金があれば人間関係立てるんで。例えば会社との人間関係も別に辞めちゃえばその人間関係ないじゃないですか。で、なんでその会社を辞められないのかっていうと、お金の問題があるからですよね。いや、吉成さん、会社辞めたら給料を補填してくれるんですかと。って話じゃないですか。じゃあ、毎月自分で100万稼げてたら、その会社の人間関係のトラブルいらなくないですかって話で。だから人間関係の問題も実はお金があると、ほとんど解決できたりするわけですよ。だから人生の一番の問題っていうのはお金なんで、その大きな問題のお金の問題に対して、もう365日僕は考えるっていうのは、僕は正しいと思います。なぜ正しいのかっていうと、一番大きい問題だからです。でも、一番大きい問題なのに、一番考えてないっていうのが一般の人なんで、なんでだろうなって。で、考えてなんかいろいろ言うと、お金の亡者ですかとか、銭ゲーバーですかみたいなね。なんか言うわけじゃないですか。じゃあ、あなたはお金に一生困らないんですかっていう話で。僕は困ってるから誰よりも考えるし、ね、矛盾ですね。久保さん、一番お金にみんな一番問題はお金だと思うんだけども、そこを一番考えないっていう、何なんでしょうね。矛盾ですね。いってらっしゃい。